ないんですね。そう考えると、心配しなくてもアベノミクスでやってきたお金っていうのは県内には分散されるでしょう。だけれどもどの世代で分散できるかっていうのは議員がどれだけ議会で、発言するかにかかっていると思います。そういった意味でぜひ、お家に帰った後、お父様お母様にもなぜ若い平木隆太郎に入れなきゃいけないのか、それは、子供の世代孫の世代のために、若い議員に送らなきゃいけないんだ、そういえば上の世代の人たちもあ確かになって分かってくれると思いますので、ぜひそういった観点で皆さんあのお家に帰られた時とかに、平木隆太郎っていう名前をですねより多くの人に伝えていただいて、その票を入れるのは決して地元だけじゃなくて富山県日本っていう全体で見た時に必ず価値を持つんだということを、お伝えしていただきたいなと思います。分からない点があればご質問受け付けますので挙手お願いいたします。はい、内容ですので私からの応援演説は以上となります。本日はどうもありがとうございます。それでは、私の方からですね次にあの応援リレーをあのバトンタッチしてくれと言われていますので、ぜひここで平木隆太郎候補に一言応援の熱いメッセージを送りたい方挙手お願いします。はいはい、お願いします。私はですね、あの富山市内で朝活という勉強会を主催しております長吉と申します。今のように誰か手を挙げてくださいという時に手を挙げないと困るというのを私自分が主催していると思うのでつい手を挙げてしまいました。本当に挙げてよかったのか空気を読んですいません。ただ本当に平木さんを応援したい、ただその一点だけで今日参りました。私がやっている活動もですね本当に平木さん最初の頃から応援していただいて、私はですね会社員なんですけども会社員をしながら、富山の人がもう学ぶ、自分が成長する、そんな場を作りたいと思って活動しています。平木さんもですね、私たちと同じような世代の、学びたい、成長したい、もっともっと人が元気になりたい、そんな活動をいつも応援してもらっています。そんな気持ちが今日あったので、私も今日参りました。平木さん応援してますので、皆さんもね、平木隆太郎さんの応援をよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。我こそは平木隆太郎に一声、いらっしゃいますか。はい、はい、お願いします。2年前の古典の藤野木幼稚園でしたねの集会があって、僕の友達と嫁も連れて行ってたんですけど、そこで平木さんが泣きながら言っておられたんですね。僕は高校出て県内に行ってで卒業して富山に戻ってきたけど、同じように県外に出て同級生で富山県に戻ってきた人間が大変少ない、富山県ってめちゃめちゃいいところなのにそれが悲しいって泣きながら言ってらっしゃったのを見てズゴーンと来ました。僕個人的にすごい好きです。その思い大変応援したいと思ってますので、はい、ね、一言言ってみようか。また2年ね。応援してます。頑張ろう、隆太郎。一生懸命何かパソコンでですねこの模様を動画で撮ってらっしゃりそうな。お願いします。こんにちは。こんにちは。ですね、イラキの選挙は、今回2回目、1回目から変わらさせてもらってます。僕は今勝手にウェブ担当だと思って動いてるんですが、
基本的に Facebook でですね、いろんな情報を発信します。ですので、ね、Facebook ですね、インターネット、いろいろと写真、動画、文章、どれでも情報発信は、可能ですので、ぜひともですね、いいね、シェア、もしくは他の人たちにですね、いろんな媒体を使って、紹介していただきたいなと、平木雄太郎、というのが私のお願いになります。で、平木君の、人柄、能力、これは皆さんもう重々承知だと思いますので、もう本当に応援していただきたいなと、その一心で、です。頑張ってください。応援します。平木君の、たくさんの仲間が集っているということで、同年代の、男もここに来ております。僕から指導させていただいてよろしいですか。僕との大親友である広岡慎也です。お客さんお願いします。皆さん、こんにちは。じゃあ、平木君とは、もう3年の中で友達を見ていただいております。で、彼と出会って、僕は本当富山市の、富山県の人脈をたくさんいただきました。それだけではなくて、この世代からやっぱり盛り上げなきゃいけないと、そういう使命をもらったのも彼です。またですね、1年4ヶ月前、3ヶ月前の補欠選で受かった時の、2年間ごめんなさい、最後の演説の車の運転手を僕がさせてもらいました。で、その後に彼が、藤の木の幼稚園、保育園、藤の木幼稚園で演説をした時、僕は彼の演説を聞いて泣いちゃいました。なぜかというと、僕も同じことを感じたからです。僕らの世代がどんどん富山県からいなくなるんですよ。力持ったなって思ったらみんな県外出るんですよ。それ寂しいですよね。新幹線つながって、お金流れてるように感じて、人は流れてったら意味ないんです。彼に一票入れて、僕らの世代の意見、僕らの後世の意見をもっと伝えていかないといけないと思います。彼はそれができる男です。僕は彼に感謝もしてますし、尊敬もしてます。一票だけじゃなくて、僕らの世代にたくさん声を届けていきたいと思ってます。皆さんも、今日集まっていただいた方、一人90名でしたっけ、100名でしたっけ。声をかければ、絶対に奇跡は起きると思っています。厳しいからこそ、前を向ける男だと思ってます。なので皆さんもこちらにメッセージを書いて、Facebook だったり、いろんなところに告知をしていただいて、たくさんの方に伝えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、広岡慎也、ありがとうございます。お客様、お願いします。さあ、同年代ときたので、私も同年代ということで、少しながら平木君の応援のメッセージをさせらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、皆さんこんにちは。本日司会をさせていただいております、福井と申します。僕がですね、実は平木君と出会ったのは3年前です。その時はですね、僕は、何もない、ただの本当普通の男でした。この男と出会った時に何を思ったかというと、全てを持っていたこの男が羨ましいと思って、少しずつこの男に歩み寄っていきました。で、僕が持っていないものって何かっていうと、こうやってたくさんの人たちに、愛されていることだったりとか、こういう、みんなの、気持ちになって考えることだったり、僕ってずっと自分のことばっかり考えてたんですね。だけどこの男に会ってから、どん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 自分の心の内面が変わってきました。この男はすごく不思議な力があるんです。人の心を動かす、人の心を動かすって一体どんなことかっていうと、奥の奥までその人のことを愛さないとわからないんですよね。多分皆さんも平木隆太郎に惚れて、その前に多分平木隆太郎が皆さんのことに惚れていったんだと思います。この男は僕みたいな男にこのようなチャンスを与えてくれて、他にもです、いろんな場所にたくさん連れてってくれました。私、青年会議所っていう場所でも活動させていただいてるんですけども、僕は大学も出たこともない、実は一度も社外に出たこともない人間です。アルバイトでやってきて、そして起業した人間です。この社会が分からないようになったら、富山青年会議所に行って一緒に切磋琢磨して、どん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 富山を盛り上げていこうじゃないかって声をかけてくれたのも平木隆太郎です。
僕の人生を変えてくれた男、そしてですね、この町を必ず帰る男であります。この平木隆太郎をみんなで精一杯応援していきましょう。どうぞ平木隆太郎をよろしくお願いします。さあ次は私、本当にご紹介してよろしいでしょうか。この場をですね、出題してくれたですね、株式会社ビューテーションと深川カップをご紹介したいと思います。大きな拍手をお願いください。どうぞお願いします。何も用意してます。こんにちは。こんにちは。いや、すごい、人がこれだけの期間で、告知が昨日からしかできなかったんで、もうウェブ上で拡散するしかなかったんですけど、こんなに、集まるというのはやっぱ企画した僕はさすがの企画力だなというふうに思ったんですよ。いやそうじゃなくて、いやこれは本当に平木隆太郎の魅力以外の何者でもないと思います。で集まった人のメンツがまたこれ濃いというのがまた一つ特徴だなと思ってまして、で、まあ、影響力のある方が平木隆太郎を応援するのはすごくなんかいい流れなんじゃないかなと思います。ここにお集まりの皆さんはもう当然平木隆太郎に一票投じる方たちだと思います。なのでここでなんかこうやってなんかこうみんなでこう騒いで自己満足して終わりっていう、こうそういう会ではなくて、この熱気を持って皆さんの周りのそのご家族だったり、友人知人とか職場の方とかを捕まえて、お前選挙興味ないんやったらとりあえずなんかよくわからんけど平木隆太郎入れとけみたいなことを、まあ10人20人この人数で掛け算すればもうそれだけの投票数になるわけなんで、もうここで終わりではなくて、ここから平木隆太郎戦いますんで、みんな最後まで支えてやってもらいたいと思います。はい、隆太郎頑張れ。というわけで次はさっき喋った時にすごい酒臭かったんですけど、寺田さんお願いします。立山酒店寺田大輔、大輔、大輔、皆さんこんにちは。こんにちは。もう私の口から何も言うことはありません。とにかくこの男を、これからやっていくこの男のことを信じてあげてください。もう本当にそれだけです。あなたは特権ではありません。責務です。頑張ってください。よろしく。4時半を送りました。ありがとうございます。サーティワンアイスクリームオリーマトリすいません、目をそらしたんですけど思いっきり来てしまいました。持ってる時にリュウちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。本当に何も考えてません。で今日やっぱりリュウちゃんのためにたくさん来て集まるということで、ただそれだけで来ました。で顔も知ってる人もたくさんいます。さっき皆さんたくさんいろんなねお声掛けいただいた方の言われる通り、皆さんがたくさん声をかけてぜひ投票に、それだけしか、いや私も分かりません、言えません。とにかく頑張ってください。すいません、なんか何も考えてなくて、頑張ってください。皆さんこんにちは。こんにちは。市内でフィットネスクラブというマッサージを経営してます石田と申します。リュウちゃんには、Facebook などでなんかシェアしてもらったりとか、イベントにも忙しいのに参加
してくださって、いつも本当に感謝の気持ちでいっぱいで、今日この場に来ました。事務所も何度か、お手伝いしたんですけど、まだまだリュウちゃんに今までしてもらった本は全然返せてないなと思ってます。なので、今日、本当に参加して一票を投じるだけなんですけど、あとは、ね、皆さんが言ってるように、たくさんの会員さんの人もいるので、たくさん声をかけて行っていこうかなと思ってます。頑張ってください。応援してます。どうもありがとうございました。素敵な女子に拍手をお願いします。はい、ではですね、最後に平木くんの応援にとんでもなく熱い男が駆けつけてくれました。それではですね、皆さんもう一度前の方に寄せていただいてよろしいですか。そしてカメラの準備もお願いします。シャッターチャンスがやってきますよ。シャッターどれまで一番あったの。元気ですか。元気です。元気があれば投票に行ける。皆さんこんにちは、ショージャギアと申します。私は前職の総合格闘技というのをやっておりました。今は市内で、つけ麺エビコというラーメン店を営んでいるので、3年前に、東京から帰ってきて、僕は、うまい麺を食わせたい、うならせたい、ふるさと富山を盛り上げたいという熱い気持ちを持って、やってまいりました。皆さん、ここでちょっと質問があるんですけど、富山県好きですか。富山県愛していますか。愛します。皆さんの富山県に対する誇りは何ですか。プライドと言ってもいいです。その3つをリュウちゃんは本当に心から強く思っています。リュウちゃんと名刺交換した時、富山県を愛する男って書いてあって、なんだこいつって思ったんですけど、付き合えば付き合うほどリュウちゃんの魅力に引き込まれていきます。僕にも、リュウちゃん の、 この子ちゃんと一緒の 2歳の娘がいます。本当に富山県を良くしたい、より明るい街にしたい、最近は、テレビつけてもラジオつけても本当に耳を覆いたくなるような、目を覆いたくなるようなニュースばっかりです。子供が子供を殺し合うような、本当おかしいぜこの国、誰がしたんだよ、本当にそう思う。そんな国をリュウちゃんは絶対に良くしてくれると思う。本当に富山県を本当に心から愛しているリュウちゃんにぜひ一票よろしくお願いします。私は格闘技やってるんで、格闘技の世界の格闘技流のリュウちゃんに闘魂注入のビルドをしたいと思います。どうぞ皆さん。イエーイ。リュウちゃん、みんなの魂をリュウちゃんに代表して注入したいと思います。いくぞ。ありがとうございました。どうも。ああ、ショットに決めちゃった。リュウちゃん愛です。これは愛です。最後は、平木龍太郎本人へ締めていただきたいと思います。これ最後に皆さんに、お集まりいただいた皆さんに一言お願いします。顎大丈夫ですか。皆さん、長かったですよね。本当に寒い中申し訳なかったです。改めてちょっと本当に吹っ飛びましたが、今日皆さん予定してなかった方々もたくさんお話しいただいたので、予定時間を大きく超えて皆さんにはここで時間を使っていただいたことになります。あそこ聞きなさい、そこ聞きなさい。今日は本当に貴重な休みの時間をいただきましたので、どんなふうなことが伝えられるかなと、私自身の熱い思いだけじゃなかなか皆さんにはまだまだ届かない実力不足だと感じています。そこでたくさんの応援の方に来ていただいて、こうやって盛り上げのこういった機会を設けてもらいました。僕は2年間活動してきて、大きく気づいたことは一つあります。僕らの世代から政治家を出していないということは、政治という世界の中で僕らの存在が認識されていない、僕らの業界から政治家を出していないということは、その業界がその世界で認識されづらい、
これが中に入っての率直な感想です。すっげえヒーヒーしてきましたけどとにかく実は私は30歳です。30歳の政治家というのは圧倒的に最年少、平均年齢で候補者の年齢は58歳です。親世代、こういった中に私が入って活動していくのは本当に正直に言うとなかなかに難しい、そういった船旅だなというふうに感じています。そこをいかに続けていく中で成果という形で自分たちの世代にしっかりとした富山の未来を持ってくるか、富山の未来に自分たちの声を届けるか、これは私たち一人一人にかかっている。その代表の一つとして私はあそこにある県庁、そして横にある県議会議事堂、あの中の40席しかない席の一つを今預かっています。それを今回の選挙を通じて次の4年間、免許更新が4年ずつです。次の4年間は新幹線が開業して、これから4年、富山に何をやっていくんだと、今皆さんがなんとなくモヤモヤしている駅の状況であるとか、富山の PR の方法、もしくはお金の使い方、今年は5600億円という税金が使われます。富山県内で5600億円ですよ。私たちの税金なんです。全部僕らが常日頃使っているお金の中から取っていく税金を誰が決めるのか。さっき五十嵐さんからあった通り、県庁のボスは県知事です。そしてその県庁という会社には県庁職員がいます。私たちは議会というその県庁に対して物申す機関の中で40人の中の議長というトップのもとに一つ議会という会社を経営している。そこがしっかりと機能することによって僕らの声というのが明確に、まだ的確に自分たちの未来に届くんです。今決めていることは今年の話じゃない、10年20年先に富山どうするのよって話を今私たちは県庁に対して県議会議員の一人として訴えなきゃいけない。その声の届ける方法が選挙です。今日この後もし時間のある方は市役所に行って免許証を出せば期日前投票という形で皆さんの一票をいち早く県に対して物申すことができる。ここで大きな違いが2つあります。1つは投票に行ってもし開きが気に食わなければ開きじゃない名前を書けばいい、誰も気に食わないのであれば誰もいないと書けばいい。ですが投票に行かないという行為を通じて誰もいないというふうに言ってしまうと私たち全員の投票率が出ているわけです。その世代は投票に出ない、つまり意思表示をしていないのと同じなんです。僕らは誰もいないのであれば誰もいないと書きに行かなければいけない。この投票という武器は使わずに放棄をすると、その時点で私たちは自分たちの武器を一つみすみす捨てる、つまり自分たちが納めている税金を自分たちに持ってくるチャンスを一つ捨てることになります。お金が大事か、大事ですよ。それは自分たちがしっかりと稼いで自分たちの子供の世代に投資をして次の富山をどうやって導いていくんだと、その一つ一つが一票というその票の重みなんです。それを皆さんの一票は平木隆太郎、当然そこはお願いしたい。加えてさっき言った通り皆さんの一票だけでは足りない。今いらっしゃる100人がいらっしゃるとすれば100人の票で私は当選できません。1万票が必要です。1万票が必要です。1万票です。なかなかに厳しい1万票です。その1万票を皆さんの一人一人の声掛けであと8日間、なんとか1日10人ずつでも声掛けをしてもらえれば1万票に届く。それによって私たちの声を開くというスピーカーを通じてあの県庁にぶつけに行く。それが次の私の4年間の使命だと思っています。そろそろ最後の言葉にしますが、この時点で私もこの後、自分もまだ期日前投票、今日からですから、この後市役所に行って、この格好でちょっと市役職員を驚かせてやろうと思っています。市役所の投票所は暇です。なぜか投票に行かないから。忙しくしてやりましょうよ、皆さんで。今日はあたふたしてやりましょうよ、皆さんで。市役所に行って、皆さんの票を投じる。富山市にいらっしゃらない方は、自分の地元に帰って票を投じる。これによって、自分たちの未来に声を届けることが、私たち全員の使命です。ぜひ今日の機会を通じて、多少長い時間で拘束をして申し訳なかったですが、皆さんのその貴重な一票の重みを一人一人が発信をして、平木隆太郎のためだけではなくて、富山の未来に向かって、ぜひみんなで足を進めていきたいと思います。今日は本当に貴重な時間を使っていただいてありがとうございました。ただしこの結果が出るのは4月12日、そしてその結果がさらに出るのは、これから10年、20年先の富山の未来です。皆さん最後まで一緒に平木隆太郎と走ってください。今日は本当にありがとうございました。よろしくお願いします。最後はですね、頑張ろうを締めたいと思います。ここでですね、ご紹介したいと思います。
楽しくれた BI 代表取締役大久保です。最後のカメラお願いします。皆さんこんにちは。私この場に、立つ予定ではなかったので、何を喋ればいいのかっていうのは全然分かってないんですけれども、私自身、平木龍太郎と出会ってですね、経営者として、一緒に出会いました。で、いろんな経営者の団体といったところで、いろんな情報交換をして、いろんなコミュニケーションを図って、で富山の未来そういったものを、一緒に語り合いました。で、その時にですね、私は政治に対してはルールすら分かってませんでした。ただ義務だから、投票に行かなければいけないとか、そういうふうな思いで投票に行ってました。ただその平木龍太郎にですね、意味であったり思いであったり、そういった、次の私たち、そして私たちの子供、そして孫の世代まで僕らが投票に行くことによって変わっていくんだということを教えられました。で、今はですね、経営者としてのみならず、富山からアジアに出会ったりとか、富山から今新幹線がつながったりとかっていうところで、富山をハブとしていろんなところに影響力の持てるような、そういう富山を作っていけるんじゃないかというふうな可能性を平木龍太郎にかけています。で、そうすることによって、平木龍太郎も挑戦することによって、この富山県の僕らの世代、そして何度も言いますけれども子供たちの世代、そして孫たちの世代が絶対的に幸せになっていくというふうに確信しておりますので、ぜひとも平木龍太郎をお願いいたします。それでは、頑張ろうを参照させていただきます。いきます。頑張ろう、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 頑張ろう。ご登場ありがとうございました。これをもちまして、終了したいと思いますが、皆さん、もしお時間があれば一言だけメッセージ、そして市役所の方ぜひお願いします。今日は本当に長い時間、長時間本当にありがとうございました。皆さんと一緒にですね、はい、チーズ記念撮影を一枚したいと思いますので、もしよろしければ前の方にお越しいただいてよろしいでしょうか。ダッシュでぜひ皆さん、今日の記念一枚お写真一緒に撮りましょう。よろしくお願いします。電話の前までお越しいただいてよろしいでしょうか。お願いします。平木龍太郎さんがこの中で皆さん囲むような形でよろしいでしょうか。お願いします。じゃあ女性の方で平木君を温かく囲むような形で、男性の方で側をガッチしていきましょう。女子前。皆さんよろしいでしょうか。じゃあ、娘誰かと思った。直樹、私生産の平木龍太郎、頑張ろうって言うんで、頑張ろうで、私一枚撮りたいと思います。ちょっと待ってください。はい。サイズ変えます。入ろうよ。アセットにいいじゃん。撮れます。平木龍太郎、頑張ろう、はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければ、寄せ書きの方もお願いします。10分に限りがあるんですけども、一言だけでいいです。ぜひ開いていただいてアピールしていくをお願いします。何回か切りましたね。短い時間で確かに。
伝わる言葉を出す。お疲れさんでした。あ、お疲れさんです。おいっす、おいっす。あ、お疲れさんです。いろいろ頼んでごめん。大丈夫です。カットしてくれた。え、カットしてくれた。カットは まだしないです。はい、了解です。忙しいですよ。あ、データ届いた。あ、データ見れた。見れた。あ、なんだろう、よかった。大丈夫。今日は？ああ。じゃあ。ああ、お疲れ様です。もうちょっと来てほしかったですね。もう2000人ぐらい集めたいって目標があったんですけど。はるかに聞こえてないですよ。ちょっと内側が多い。龍ちゃんの知り合いですよね。あれ、村上さんの2000人は何人ぐらい来れたの？1万人って言ってた。1万人にしようって言ったから急遽2000人。見てないですよ。見てないですよ。マジです。おかしいの。僕見ましたよ。みんな回しをつけて行ってたの。おかしい。喋らんかしいの。喋らないですよ。ちょっと写真に収集してた。多分そうだね。後ろにいましたよ。ああ、そうです。さすがやね。いきなり振られた。まあよくあることやね。これ噴水前でやるのに噴水名刺みたいな。なんでこれ。多分止めてくれたんじゃない。止めてくれてるような感じ。大きなお世話だよね。そうそう。本当に全然絵にならねえが、車何のために前出したか分からない。本当に全然分かんない。城址公園は、あ、全然その辺わからないんですけど、なんか許可、ストーリーはもうどこで、そうですよね、多分それも考慮してダメだったんじゃないですか。多分桜の関係とか、新庄の関係とかいろいろあって、それやっちゃうと多分いろんな候補がそこでやりたがるんだろうな。なんで開けられないんだろう。知らない。大丈夫だろ。じゃあ宮田太鼓の講演会で城址公園を予約しといて、平木龍太郎が参戦みたいな。あ、それでもありです。宮田太鼓今日は脱ぎますみたいなタイトル。逆に誰も体張ってもらって。体張るんでしょ。ブルーの下着だからね。何が黒ですか。あ、今日は黒です。大体こういいますよ。みんないますよ。そうですよね。なんか大体いるのこの3人ですよ。あとなんかあんまり来ない。誰かいないと言ってもね、雰囲気に失礼しますって言ってしまう。そんな雰囲気なんで。基本地元の人たちばっかなんで。俺何回もね、あの平木龍太郎グループのお前らいい加減せよ、お前今回行ってこうコメントしたいっていう。多分上野さんから張り手何人かあるから終わってから終わった。飛んでった。いかないさん、さすがっすね。ガンガン入ってきますね、内容が。ずれたり線が。あれこそ危ないよね。ずれちゃう、悔しいな。リュウさんなら大丈夫。ずれちゃうな。ギャハラ立つ。否定してない。もうすね。お、来たわ、明細。わ、来たわ、精神明細な。どこ行くの M65 来て。じゃあ、これで今日もう、多分5、6件する。でも、こんな声でカメラ撮りに行ったもんね。全然カメラも打ち上げしてないね。これでちょっとキャラクター付けましょう。さっきあの新聞記者っぽい人が写真撮ってたんだ。これを写真撮るんじゃない。新聞龍ちゃんの選挙こういうことや、こういう感じで撮ってたんで。すごい近いですね。多分龍ちゃんのあれ乗るんじゃないですか。いや、ちょっともうあの、なんか、そろそろ切ろうか、これ。あ、すみません、なんか映ってましたね、ごめんなさい。大丈夫ですよ。はい、じゃあ撤収しましょうか。あ、そうだ。